さえる満月、月下に見える見えて隠れるゴミ捨て場、忍ぶ猫足、奥の数に紛れ子猫がにゃんと鳴く。おや、見慣れぬ顔だな。それも子連れじゃないか。何？飼い主に捨てられたのか。ほれ、これを食え。俺はここのボス、シュンテンだ。ついての野良猫たちも人に捨てられ来たやつも群れてあさる残飯めぐり、喧嘩威嚇の修羅の夜。ボス、二機が車にはねられ、裏山には三匹の死骸が、子猫もおりやした。死んでゆくのが自然の定め、せめて今だけ満足に食って寝たい満月にあげ、遠く聞こえる涙声、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。これからもどんどん作品を出していきますので、よろしくお願いいたします。